はい、皆さんこんにちは、ロベルンです。最近ですね、ショート動画の伸びが本当に良くてね、過去の動画でもね、コメントしてくださってる方が本当に多くてめちゃくちゃありがたいですね。まあ、ショート動画もね、本当に大きな、ね、力になるんじゃないかなと思って定期的に上げているわけなんですけども、本当にね、最近伸びがすごいと言いますかね、過去の動画にもね、コメントをしてくださったり高評価をね、くださる方が多いのでめちゃくちゃありがたいですね。本当にありがとうございます。ということでね、これからもよろしくお願いします。というわけで本題、今回はまさかの3社コラボ、あの限定文房具が熱すぎるというわけで、まあ、今回も少し限定の文房具の方を紹介していこうかなと思います。では見ていきましょう。じゃじゃーん。というわけで今回ご紹介するのはトンボ鉛筆の限定文房具、シアーストーンとなります。というわけで今回こちらのね、モノグラフのシャーペンと、モノグラフのシャープ芯と、まあ、モノエアーという修正テープをね、今回紹介するわけなんですけども、まあ、この他にも本当にいろんな種類がね、今回発売されたんですよね。オープニングでも言ったんですけども、今回なんとこのトンボ鉛筆の他にも他2社がね、コラボしたんですよ。まあ、こういうね、他の文房具メーカーでコラボしてるっていうのね、あんまりね、ないと思うんですけどね。なんとこの同じ文房具メーカーが3社コラボして限定の文房具が発売されたということでね、すごいなとも思いましたしね、なかなかいい色だなと思ったんで、皆さんに紹介の方していこうかなと思います。ってなわけでね、早速見ていきましょう。というわけで、今回ご紹介するのは、トンボ鉛筆から出た限定文房具シアーストーンというモデルとなります。発売日は2023年の2月上旬となります。まあ最近ですね。で、今回の限定の文房具であるわけなんですけども、トンボ鉛筆の他にもパイロットと黒曜もコラボしたんですよね。なんと文房具メーカーが3社コラボして今回の、ね、シリーズが発売されているわけなんですよね。少し前にトンボ鉛筆と黒曜がコラボしたりとか、ラミーと黒曜がコラボしたりとか、そういうね、文房具メーカー同士でのコラボっていうのはね、たまにあったんですけども、今回は3社、トンボ鉛筆、黒曜、そしてパイロットっていうね、なんと3社がコラボしてできた文房具シリーズなんですよね。このシアーストーンというのは淡い色のストーン柄となっていて、ゆる革の大人のカラーリングとなっているらしいんですよね。まあ、こんな感じで見てわかる通り、今回もトレンドカラーでありますくすみカラーが基調とされているんですけども、まあ、こんな感じで石みたいなね、模様がこんな感じでね、入っていて、ちょっとね、変わったデザインになっているんじゃないかなって思いますね。まあ、そういう感じでいろんな種類が発売されたわけなんですよね。今回購入したのは全部トンボ鉛筆のものであるんですけども、こちらシャープペンシルであるモノグラフと、シャーシンであるモノグラフ MG というシャーシンと修正テープのモノエアを購入してまいりました。他にもノック式消しゴムであるモノスティックであったり、モノ消しゴムもそうですし、モノグラフライト、そして黒曜からはキャンパスノートが発売されて、パイロットからはフリクションカラーズという、ね、サインペンとフリクションライトという、ね、蛍光ペンとドクターグリップ CA のプレイボーダーということでね、全部シアーストーンの限定モデルが3社揃って発売されたんですよね。これめちゃくちゃすごくないですか。トンボ鉛筆だけではなくて、黒曜とパイロットとも連携して3社コラボでこのシアーストーンっていうね、限定の文房具を発売したということでね、3社コラボっていうのはね、なかなかないんじゃないかなと思います。そして今回のカラーリングもね、結構女子向けのカラーリングとなっていて、可愛いカラーリングなんじゃないかなと思ってね、今回も人気が出そうだなって思いますね。特にね、トンボのモノグラフに関しては過去にね、何回も限定カラーを出しておりまして、くすみカラーであったりね、パステルカラーであったりね、いろんなね、限定カラーを発売しているわけなんですけども、どれもね、即売り切れとなってしまったんで、結構人気の出る商品なんじゃないかなって思いますね。まあ、他にもね、こういうシャープ芯であったり、修正テープだったりね、消しゴムだったり、いろんなもので発売されたということでね、ペンケースの中でね、統一できるっていうのも良いポイントでありますし、まあ、3社ということでね、ドクターグリップとかもね、そういうのもあると思うので非常に嬉しいなって思いますね。まあ、今回ね、こういう可愛いデザインということで、まあ、自分用ではなくてね、妹用で今回買ったんですけどもね、どんな感じなのかね、実際に見ていこうかなと思います。そして今回カラーラインナップに関してなんですけども、このモノグラフに関しては 0.3mm がパウダーブルー、ピンクベージュ、テールパープルとなっていて、 0.5mm がパウダーブルー、ピンクベージュ、アッシュグリーン、ミストグリーン、
ペールパープルのカラーラインナップとなっています。価格はモノグラフは400円プラス消費税で、シャープ芯が230円プラス消費税、修正テープが280円プラス消費税となっています。比較的お手頃な価格なんじゃないかなと思いますね。このモノグラフに関しても結構人気なシャープペンでありますし、安価なシャープペンでもあるので結構手が出しやすいと思いますし、学生さんにもね本当におすすめできるシャープペンなんじゃないかなと思います。手投げ早速開けていこうかなと思います。妹用で買ったんですけども、ちょっとこれは開けないと紹介にならないので、ちょっと開けさせていただきます。こちらがモノグラフとなっていて、これがまあ修正テープモノエアですね。ちょっとこれもちょっと開けましょうか。すいませんね、ちょっとというわけで開封してみました。まあ、シャープ芯に関してはまあほぼ同じなんで、まあいいでしょう。まあ、今回はこちらのモノグラフと修正テープということで見ていこうかなと思います。まずモノグラフですね、デザインはこんな感じとなっていますね。この軸の上部が触った感じでサラサラとした質感で、前に限定として出たくすみパステルであったり、そういうのとね質感はほぼ同じですね。サラサラとした質感でね、結構柔らかい感じのね見た目なんじゃないかなと思います。今回シアーストーンということで、こういうくすみ調のカラーリングの上にねこんな感じで石みたいなものがプリントをされていて、非常に可愛らしいデザインといいますか、くすみカラーであるので落ち着いている上にこういう模様が入っているっていうのもなかなかねちょっと新しいデザインといいますかね、結構こだわり抜かれたデザインなんじゃないかなと思うので、非常にいいんじゃないかなと思いますね。適度なデザインっていうのもねなかなか評価できるポイントなんじゃないかなって思いますね。そしてクリップとこの中心のグリップに関しても若干なんですけど水色になっているんですよね。こういうこだわりも非常にいいなと思います。そして上部の消しゴムですね、まあ、モノグラフはモノの消しゴムということでね、回すとこんな感じでね消しゴムが出てきて、この消しゴムがねモノ消しゴムとなっているので、こんな感じで書いてひっくり返せば消すことができるということでね、すぐ消すことができるっていうのもねいいポイントなんじゃないかなと思いますね。そしてフレフレ機構ですね、こんな感じで振ると芯が出てくるので、いちいちノックせずに持ち替えずにノックすることができるっていうのもねポイントでありますね。このクリップでノックする方式であるんですけども、このクリップをね上にキュッとやるとフレフレがロックされるんですよね。これもすごいいいポイントだと思います。そして口金は金属製で、チャックに関しても金属製となっていて、比較的堅牢なボディだと思いますし、ガイドパイプが4ミリになっているので手元が見やすいんじゃないかなと思います。フレフレ機構が搭載されたシャーペンっていうのは中に金属の重りが入っているので、その重さもあって適度な、ね、重さがあるのでなかなか書きやすいんじゃないかなって思いますね。手元の見やすさの安定感とこの適度な重さがマッチして、非常に筆記に特化した、ね、書きやすいシャーペンだと思います。そして修正テープですね、修正テープ今回ねモノエアーということで、なんと軽い力で引くことができる修正テープであるんですよね。このモノエアーに関してはエアータッチシステムというものが搭載されていて、こんな感じでくちばしみたいなところ、ここがね引く部分になるわけなんですけども、ここを修正テープで引くときに紙に押さえつけると内部のテープの供給がロックされるので、軽く引けて軽くテープを切ることができるっていう仕組みとなっています。ちょっと実際に使ってみましょうか。ちょっと動画撮る時のね原稿が映ってて本当に申し訳ないんですけどもね、これちょっと実際に引いてみようかなと思います。わかりますかね、これね僕全然力を入れてませんよ。全然力を入れていないのに軽くスーッと引くことができるので、これかなりすごいんじゃないかなと思います。ただ軽く引きすぎてしまうとこんな感じでテープが残ってしまうので、ちょっとそこは残念かなっていうのはあるんですけども、ほんの軽くスーッと引くことができるのでストレスなくね使うことができるんじゃないかなと思います。このデザインに関してもね細長いのでね、ペンケースに入れやすいと思いますし、今回シアーストーンっていうねデザインにもなっているので、非常に可愛らしくていいデザインなんじゃないかなと思います。はい、というわけで以上となります。今回はトンポ鉛筆と黒曜とパイロットのね3社から出ましたシアーストーンの文房具たちを紹介しました。今回購入したのはこのモノグラフとモノエアとシャーシンのね全部トンポ鉛筆の3種類となったわけなんですけどもね、まあ、どの種類もねすごいね素敵なデザインでありますし、この淡いカラーにね適度なねデザインっていうのもねなかなか良いんじゃないかなと思うのでね、特に女性の方でね学生さんにとってはね非常におすすめできるねシリーズなんじゃないかなと思いますね。まあ限定品であるのでね欲しい方は早めにぜひねチェックしてみてください。てなわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。パルペ。